ロサンゼルス国際空港に緊急着陸するジェットブルー航空292便緊急着陸とは航空機の安全運航に対する切迫もしくは継続した脅威または搭乗中の乗客もしくは乗務員に生じた突発的な事案などの緊急事態に対処するため航空機を速やかに着陸させることを言う具体的には最も近いまたは適切な飛行場への 目的地外着陸のほか、飛行場まで到達できない場合の不時着、または不時着水などが含まれる。緊急着陸を行う航空機は他の航空機に優先して着陸が許可される。航空機の緊急着陸は次のように分類される。エンジンが停止した状態で不時着する場合、固定翼機は滑空により着陸するが、回転翼機は オートローテーションにより速度と引き換えに高度を得ることで機体を制御しながら着陸する。パイロットは、例えば一発のエンジンが停止した場合を想定し、降着地域を選定し、適切な速度で降下し、安全に着陸するというような緊急操作訓練を行っている。動力装置を有する航空機であっても、着陸時には通常ほとんど動力を用いていない。 このため、カック、または、オートローテーションで到達できる、距離内に着陸的地があれば、人員の負傷や、機体の損傷を生じることなく緊急着陸できる、場合が多い。小型機の場合は、野原、道路、または、川岸の砂利の上でも安全に着陸できる。これに対し、重量が重く、着陸速度が速い中、大型機の場合は、舗装された、 長い滑走路が必要となる。旅客機の緊急着陸は、そのほとんどは事故にならずに済んでいる。ただし、緊急着陸は、本質的に不確実なものであり、落着などの事故につながる、可能性が常に存在する。アイルランドのシャノン空港は、東行きの大西洋横断飛行を開始後、最初に通過する主要空港であるため、 緊急着陸に用いられる回数が多いことで知られる。ハドソン川に不時着水した US Airways 1549便駐車区出店。ありがとうございます。